せーの、ハイサーイ、ハイタイ、龍大ヤイビーン。皆さんこんにちは。今週も龍大ヤイビーンの時間がやってまいりました。今週は琉球大学農学部4年次の雄大と稲峰さんでお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組は現役琉大生が琉球大学の先生や学生さんと研究や琉大沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。本日は琉大ハニー養蜂部の方がゲストということで、蜂蜜についてちょっとお話したいと思います。稲峰さん、普段蜂蜜って食べられますか？いや、私は食べないですね。子供たちはあのパンに塗ったりして食べてますけど、はい、あとパンケーキか、あ、はい、美味しいですね、そんなイメージですね、はい、自分実はあんまり小さい時蜂蜜が得意じゃなくて、なんか一応自分もこの琉大ハニー養蜂部に入ってるんですけど、うん、所属していろんな蜂蜜試食する場面があって、自分甘いのがそんなに得意じゃなかったんですけど、実はすっきりした蜂蜜とかもあったりして、あ、ちょっと今蜂蜜の沼にはまりそうです。なるほどですね。そっか、蜂蜜はまた味がこういろいろ変わってくるわけなんですね。集める花の蜜によって味が変わってくるので、そこも面白いポイントかなということで。なるほどですね。じゃあ今日はそういったお話も聞ける、きっときっと聞けます。いや、じゃあ楽しみにしてます。はい、はい、じゃあそれでは本日のゲストを紹介します。琉大ハニー養蜂部の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、まずお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。まず部長さんからお願いします。琉大ハニー養蜂部の部長をさせていただいております、琉球大学4年次の佐藤龍之介と申します。本日いろいろお話しさせていただきたいと思いますので、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、私は琉大ハニー養蜂部なんですけど、琉大生ではないんです。実は沖縄国際大学から、まあ部外者という立場であるんですけど、こうやって今日皆さんと養蜂部について、蜂蜜とかそういうたくさんのお話できたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。琉大ハニー養蜂部1年次の森桜です。本日はよろしくお願いします。お願いします。琉球大学理学部の3年生、東間隆明と言います。本日はどうもよろしくお願いします。みんな緊張してる？大丈夫？緊張してます。あ、もう大丈夫。部外者って言ったらね、みんな琉大ハニーで僕だけもう部外者なんで全然気にしなくて大丈夫です。 OK です、はい、頑張りましょう。はい、琉大ハニー養蜂部さんでは部設立のためのクラウドファンディング活動から養蜂部としての活動まで幅広い活動を行っています。 CM の後、そんな琉大ハニー養蜂部の皆様にいろいろなお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日の龍大 IB は農学部4年次の雄大と稲峰さんでお送りします。今回の龍大 IB はゲストに龍大ハニー養蜂部の皆様が来てくださいました。改めまして本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずざっくり龍大ハニー養蜂部についてちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、普段てか一体どういう活動をされているサークルなんでしょうか。そうですね、基本的に普段としては、はい、その龍大で飼っている蜂のお世話をしながら、うん、まあ、この先その蜂蜜を取ってちょっと龍大商品として売り出していければなというところを目標に活動しているサークルになります。この養蜂として蜂を飼って蜂蜜を取って、はい、その蜂蜜を龍大ブランドとして何か売れればなという形なんですか。はい、そうです。それを学生さん主導でやってるって感じですか。そうですね、学生主導で今はちょっとメンバーまだ少ないんですけど、これから盛り上げていければなと思ってる次第です。そもそもなんでこの養蜂部をやろうと思ったというかきっかけは何だったんですか。そうですね、もともと僕がこの琉球大学入る前の段階で、その実はその自分の研究室の補助でマンゴーを飼っていて、うん、その受粉に蜂を使ってってところだったんですけど、まあ、それでその蜂を使うんだったら蜂蜜を取って何かしようというところでグラノーラとあったりと商品を作ったんですけれども、それがコロナとかで学生がやる学生がいなくなっちゃって、その顧問をされている関根先生という方が一人で蜂の管理をされている状態で、そこでちょっと虫好きの自分に声がかかりまして、そのよかったら蜂をその学生の学びの場としてなんか使えないかというところで立ち上げてメンバーが集まってきたっていうのが最初になります。うん、まだ発足して間もないって感じ。そうですね、昨年の11月8日のいい蜂の日にそこも合わせて、はい、そうですね、いい蜂の日にじゃサークル活動としてじゃしっかり活動していこうっていう固まって今活動を行ってるって形なんですね。そうですね、自分も実はこのメインパーソナリティという立場なんですけど、龍大ハニー養蜂部のメンバーでして、自分そのさっき言ってたくれた通りマンゴーの受粉の時になんかもともとハエを使って受粉を行ってたらしいんですけど、なんかやっぱハエを使うとやっぱ匂いとかもきついし、なんかそのまあ可愛くないじゃないですか。なんかマンゴーを育てるのにハエ使うんかっていうのがなんか不評だったらしく、じゃあ蜂でやってみようみたいな、蜂だったらやっぱ蜂蜜も取れたらいいよねみたいな感じで始めて、で蜂蜜もじゃあ取っていこうかっていうので、なんか関根先生が立ち上げてくれて龍大ハニー養蜂部ができたっていう感じだったよね。確かに そんな感じだったよな、てな感じで。じゃあ龍大ハニー養蜂部で発足して最初に、インタビューの中でクラウドファンディングをしてその設立のための資金を集めたという話をお伺いしたんですけども、ちょっと自分クラウドファンディングについて疎くて、でどういう形でお金なんだろうな集めてなんか、やっていったのかちょっとお伺いしてもいいですかね。クラウドファンディング時代はそもそもどういう、なんだろう、学生だけでクラウドファンディング立ち上げてお金集めていたってことですか。そうですね、学生でというかちょっと大学の支援もいただきながら、そのまずはその出していく、その会社さんとそのクラウドファンディングのサイトの会社さんとちょっと協力してサイトを作って、そこに支援者さん、まあ、その身内であったり身内以外の知っていただいた方からその一般の人からお金を出してもらって目標金額を達成してっていう形で、まあ、募金っていう形なんですかね。そうです、それに近いと。大体どんぐらいのお金を集めることを想定したんですか。自分たち今回は40万ですね。40万目標で、そうですね。その40万の内訳はどんな感じなんですか。その何に使おう。そうですね、主には巣箱の購入であったり蜂の購入であったり、蜂自体の購入、そうですね、だったりいろいろその活動にかかるその経費の、まあ、初期費用として使えればなと思ってやらせていただきました。すごい
なんかクラウドファンディングっていう形、なんかよくサークル立ち上げようみたいな感じで、はい、あんまりそのクラウドファンディングでやろうっていうサークルがなかなかないなと思って、だいたい自分たちのポケットマネーからちょっとずつ見れるみたいな感じで、はい、なんかすごい、なんだろう、そのクラウドファンディングの学びもあるし、すごい素敵な活動だなと思って、ありがとうございます。で、なんだろう、クラウドファンディングするにあたってなんかちょっと大変だったなっていう、ちょっとなんかポイントあったりしますか、やってて。そうですね、ちょっと自分たちの場合は結構その教員の方だったり助けてもらったところもあるんですけど、うん、そうですね、まずクラウドファンディングで結構重要になるのが、こういう特に学生のこういう規模のこの規模のクラウドファンディングだと、その自分の友達、はい、友人とかのその支援っていうのが大半の割を占めてくるので、うん、そういったところに宣伝であったりっていうところをしっかりやるっていうのが重要になってきて、うん、それがちょっと大変だったかな。そうですね、宣伝活動難しいですよね。宣伝活動、どうやってハチミツに興味を持ってもらうかっていうのはすごい苦労した感じがしますね。自分たちすごいいっぱい調べたり、実際に養蜂をやってる方にインタビューしに行って、ハチミツについてやっぱみんな初心者なので、うん、そういった勉強しに行ったりとか、いろんなことをしてクラウドファンディングをやっていましたね。そうですね。大体どういう方がそのお金を出してくださったんですかね。そうですね、先ほど言った通り、うん、ほとんど身内だったり知り合いの方なんですけど、うん、自分たちの場合はそのニュースで取り上げていただいたので、もう結構その全く知らない一般の方だったり養蜂家の方から支援をいただくこともありまして、そうですね、自分も沖縄国際大学の学生なんですけど、うん、この留大の先生の、うん、方々だけではなくて、うん、その帰国の先生たちからも何人かはご支援いただいてて、すごいあの活動を宣伝できてはいたかなとは思います。なるほどね。トーマさん、なんかクラファンについて何か聞きたいこととかあります？クラファンについてですか、はい、もちろんあのお世話になった人へのメッセージを部長から聞きたい。ああ、そうですね。ごめんなさい。この場を借りてですね、あのクラファンに支援いただいた皆様にお礼を申したいと思います。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。だからクラウドファンディングはあれ40万円きっちり集まったってことですか、ね。そうですね。あの皆様のおかげでですね、達成することできまして、無事活動をできるようになりましたので。これから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当はあれですよね、このラジオの放送もクラウドファンディングやってる最中に本当は出演して、ここでクラウドファンディングやってますみたいな感じで紹介するが一番できればなってことで、よかったんですけど、ちょっとなかなか日程もね、なんか合わなくて、ちょっと終わった後のこの放送になってしまったんですけど、無事集まってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょう、なんだろうな、ちょっとあのメッセージだけね、あの流させてもらって、はい、クラウドファンディングの、あ、そうですね、はい、だからそこだけ流してもらいましたね。なので、まあ、もしかしたらこう聞いてる方も、あの時の方々が達成されたんだってことはもう、はい、あの今ここで報告できてよかったなと思いますし、ありがとうございます。これ今私あのちょうど見てて、クラウドファンディングのページ見てて、なんか見てると大学の先生のお名前も見かけるけど、農学部じゃないか先生からの支援とかもある、はい、ありますね、はい、なんでとか、これはなんか蜂と言ったらみたいな、こう会社さんからも支援いただいてますね。あのスポンサーの方もついていただいて、日本プロポリス株式会社、そうですね、はい、あの本当スポンサーに入っていただいたことですごい防護服も変えたりとか、すごい、すごいですね、あの養蜂の活動にすごい大きく貢献していただいたんで、本当に感謝しました。なるほどですね、はい、大事なところだからもう一回聞きましょう。なんていう会社ですか？日本プロポリス株式会社です。あ、そうですね、皆さん覚えてください。そうですね、すごいですね、防護服も、うん、そうですよ。あと企業以外にもそのフォーグッドさん、あ、フォーグッドじゃない、フォーグッドさんは企業ですね、はい、その YouTuber のケラオさんって方もちょっと支援してくださって、へー、どういった YouTube をやられている方？そうですね、そのいろんな、そのいろんなその生き物であったりの、うん、その解説とか、うん、
ちょっとあと、まあ、様々結構解説系でやられてはいるんですけど、結構学術的なことをちょっと解説してる YouTuber さんに、で今回ちょっと養蜂で興味持ってくださって、YouTube でも結構紹介がっつりと紹介していただいたので、いやありがたい限りだ。登録者さんも結構多いですよね。そうですね、何万人かいたのでありがたいですね。わざわざあの巣箱の見学まで来てくださったので、はい、流大の方に、はい、足を運んでくださって、まあ、自分はその立場にはいなかったんですけど、でもいろいろお話を聞いてくださって、あ、じゃあぜひとも取り上げたいということで YouTube の方に流していただいて、この最初はお金集めだったのがいろんな人とつながって、そうなんです、コミュニティがすごい広がったなって感じま す、ね、そのお金以上のものが得られたんですって思いますね、今の話聞くだけでも、うん、すごいいい機会になりました、あ、コメントも来てますね。高保さんありがとうございます。今日は蜂蜜ですね、事業化されてましたっけ蜂蜜ってことで、そもそも沖縄の養蜂についてちょっと聞いてみたいんですけど、沖縄でその蜂蜜を取ったり養蜂っていうのは盛んなんですか。そうですね、沖縄県自体の、うん、まず養蜂のですね、その巣箱の群数ってっていうのが実は日本一、あ、日本一、そうなんですよ、日本で一番蜂がいるんですけど、そのほとんどはですね、皆さん想像されるのがそのミツバチといったら蜂蜜を取って食用っていうのが想像されると思うんですけど、そうなんですよ、それしかないな。ほとんどはですね、沖縄県で育った蜂に関してはほとんどが県内にその日本の各地に輸出されて、その農家さんのその花の受粉であったりに使用されるっていうのがほとんどになってますね。じゃあ蜂蜜を売るっていうのはなくて蜂自体を売ってるって。そうですね、へえ。蜂蜜もなくはないんですけど、そこまで盛んではなくて、これって、まあ、ちょっと突っ込んだ話になってしまうかもしれないですけど、はい、なんで蜂蜜は取らずに蜂を売るっていう方をやってるんですかね、沖縄は。そうですね、まず沖縄県が暖かいじゃないですか、1年間通して温暖なので、蜂が増えやすいんですね。常に繁殖期じゃないけど、そういうこと。そうですね、11月とかにも分蜂したりする時もあるので、そういうところで蜂が増えやすいので、そのあと冬に蜂って冬眠に入るんですけど、沖縄って冬の暖かいので活動してるんです、元気活動してるので、その1、2月のいちごの受粉だったりに間に合わせるってところで、沖縄から輸出してっていうのがメインになってますね。なるほど、知らなかったですね、ありがとうございます。あ、またコメント来てますね、ペネンシスはオスメスあるよ。なるほど、あの蜂、そもそも蜂って何飼ってるんですか、養蜂部としては。その品種っていうのかな、品種に関しては西洋ミツバチを使わせていただいてます。日本には日本ミツバチっていうのと西洋ミツバチっていうのはおそらくメインでいるんですけど、自分たちはその温厚で、比較的温厚でちょっと扱いやすいで、蜜も結構日本ミツバチに比べて量を集めてくれる西洋ミツバチを使わせていただいてますね。このなんか女王蜂がいて働き蜂がいてみたいな感じですよね。そうです、なんかオスメスって書いてあるんですけど、なんかなんだっけ、メスしか働いてないんでしたっけ、なんかありますよね。そうですね、ちょっと詳しい話になってしまうんですけど、ミツバチのほとんどがメスなんですよ、その女王蜂はその卵を産む女王蜂が1匹いて、その周りに働き蜂がいてっていう感じなんですけど、はいはいはい、その働き蜂全部メスで、メスが働いてるんですね。メスが働いてるんですね。そうなんですよ、オスはどこにいるんですか。オスバチはたまにその繁殖期というか、あの本州の方だと3月4月ぐらいにその交尾のためにその何匹かいるよっていう感じなんですけど、基本的にこいつらは働かないで、へえ、オス働かないんですね。そうですね、働かないです、ニートしてます。やっぱ働く メスがいるからこそ、メスだけにこの毒針があるというので、結構この養蜂の活動では、あの部長の佐藤くんがすごい蜂に刺されるということが結構ありましたね。そうですね、へえ、結構刺されました。そうですね、最初の方はまだ防護服とかもない状態でやってたので、クラウドファンディングやる前はそうですね、そうですね、
そのなので結構初期にその立ち上げた当初の時はその顧問の関根先生と自分はもう結構刺されてて、僕も多分8回以上もう刺されてる状態です、ね、これ刺さ、あ、大丈夫です。刺されるとどれくらい痛み残るのですか？そうですね、刺されてから1日ぐらいは結構指とか腫れたりするんですけど、そのもう 2,3 日するともう消える、痛みちょっと痒いかなぐらいでもう普通に生活できるぐらい。なんかオオスズメバチとか刺されたら結構やばいって言うんですけど、ミツバチなら、まあ、よくはないけど、ね、まだ大丈夫って感じ。そうですね、スズメバチとかは本当に一発アウトだったりするんですけど、ミツバチはそんなことなくて、結構もう何度も刺されても、まあ、そのアナフィラキシーの危険はどの蜂にもあるので、まあね、安全とは言わないんですけど、そうですね、刺されないことに越したことはないけど、まあ、比較的刺されても痛みが残って、まあ、数日経てば消えるぐらい。そうですね、で蜂のアナフィラキシーって基本的には30分以内には、日本だと日本に関してはその30分以内に出るので、基本的に2人以上で作業するようには、そう、ね、配慮はしています。そう、ね、1人がなったらもう1人いないと。そうですね、いや、なんか蜂にの刺され、今この高穂さんも蜂に好かれた男とか言ってます。そうね、メスバチが働いてて、そのメスバチがしか毒持ってんってことだよね。そういうことになりますね。あ、結構その部長さんとか何回か刺されてるので蜂にマークされてるか分かんないんですけど、結構一回刺されたら何回か蜂が攻撃しに来ることはあって。そうですね、なんかある程度一定期間は離れないとまた蜂が来るみたいなことはありました。結構防護服ないと大変なことはあったので。はい、それこそね、最近巣箱を移動されたみたいな。はい、そうですね、やっぱ巣箱を移動させるとき、まあ、いわゆる蜂の引っ越しみたいなことでストレスもたまるだろうから、はい、やっぱそういう時にわーって刺しに来るってことですよね。そうですね、そういうストレスたまるのもそうですし、うん、巣箱その様子を見るっていうのが今、うん、メインで活動してるんですけど、うん、そういった際にですね、その振動を与えてしまうと、はいはい、結構蜂が暴れてですね、でゆっくり慎重にやらなきゃいけないっていうところは。へえ、やっぱそっか、こうバーってやると蜂もなんだ何事だみたいな感じで攻撃してくるってこと。攻撃してきます。なるほど、ありがとうございます。そうね、こう蜂は蜂を買うじゃないですか、はい、で巣箱があるじゃないですか、はい、これも普通に巣箱の中に蜂を入れたらもう巣と認識して勝手に活動を始めてくれるんですか？蜂を購入した際はその自分たちは巣箱ごと、巣箱3枚ごと購入したので。なるほどなるほど。そうですね、で蜂だけの場合、まあ、ほとんどないんですけど、うん、蜂だけの場合は女王蜂がいれば勝手に働き蜂がそこに、そうですね、女王蜂がフェロモンを出していて、はいはいはい、そこに蜂が集まるようになっているので、うん、女王蜂と働き蜂何匹か巣箱に入れてあげれば、そして勝手に巣箱に入っていくって形に。なるほど、なるほど、もう蜂がついている巣箱ごと買うみたいな。そうですね、今回はその形で、うん、なんかちょっとお金の話になっちゃいますけど、これ巣箱1枚いくらっていうか、なんかどんぐらいの価格ない価格帯なのかなっていう。ごめんなさい、覚えてないな、申し訳ないですね。いくらだったかな、だけどどうでしたっけ。まあ、そっか、調べればいいか、ちょっと、ね、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。知らなかったですね、クラウドファンディングで集まったその40万円で、先ほど言った通り防護服買ったり巣箱を買ったりして、はい、で今活動を行ってるって形なんですね、うんうん、はい。じゃあこの後リクエストソング行くんですけど、その後の活動についてちょっとお伺いしていこうと思います。じゃあここでリクエストソングのコーナーに行きたいと思います。この曲は流大ハニー養蜂部の私山浦自分がリクエストしました。この後になぜこの曲を選んだのかについても自分で説明したいと思います。それではお聴きください。スピッツのハチミツです、どうぞ。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日の龍大 IB 院は農学部4年次雄大と稲宮さんでお送りしています。先ほど流れたスピッツの蜂蜜なのですが、なぜ自分がこの曲を選択したのか、ちょっと説明というか紹介したいと思います。まあ、まんまだけどね。そう、まんますぎて、まあ、特にこの曲を常になんかみんなで聴いてるとかではなくて、自分がただ好きな曲といいますかがたまたま蜂蜜だったので、もうこれはもうぴったしだということで選ばせていただいたんですけども、このスピッツの蜂蜜って曲、まあ、この蜂蜜って曲が入ってるアルバム自体が蜂蜜っていうアルバムなんですけど、うん、このアルバムが、まあ、自分の母親がスピッツ好きなんですけど、ちっちゃい頃からずっと車で流れてまして、もうなんかずっとなんかもうなんだろうな、もう子守歌じゃないけど、もうずっともう体に染みついてて、その時は意識してなかったんですけど、その大学生になって改めて聞き直したら、めちゃくちゃなんかいい曲ばっか入ってて、このアルバムの蜂蜜ってアルバムが、もう本当にスピッツを代表するのロビンソンとかも入ってて、そっかそっか、ぜひなんだろうな、全部の曲がもう名曲って言ったら、なまあ本当名曲しか入ってなくて、ね、うん、特にね、愛の言葉、愛の言葉って曲が自分めっちゃ好きで、よく聴いてますっていうのを紹介したくて、僕が選ばせていただきました。はい、てな感じで、じゃあ元に戻りますか。はい。じゃあこのクラウドファンディング終わった後に、そのクラウドファンディングをしてくださった方に、まあ要は恩返しじゃないですけど、リターンっていう形をいろいろ活動されたっていうふうにお伺いしたんですけども、具体的にどういうクラウドファンディングして支援してくださった方にどういうものをお返ししたのかっていうのをお伺いしてもよろしいですか。そうですね、自分たちはその寄付型と言われる形のクラウドファンディングだったので、寄付型、何か違うもう一個形があるんですか。寄付型、その購入型だったかな、うん、その基本的に皆様がそのクラウドファンディングで聞くのが、おそらくそのふるさと納税みたいな、うん、なんか寄付すると何か商品がもらえるみたいな感じのものを、うん、想像すると思います。でこちらの方が結構多かったりはするんですけど、もう一つ寄付型っていうのがありまして、うん、もう完全にもうリターンは何もない形なんですけど、まあ寄付だけくださいみたいな、うん、そういう形で、そういう形 の, あのクラウドファンディングがあって、あでこっち側に関してはなんとですね、そのふるさと納税みたいにその所得税に減税がかかるみたいな、はいはい、そういうのがあって、それで一応集まる形にはなってます。で自分たちは寄付型でなので、うん、そういったその商品価値があるものを送っちゃいけないっていう縛りがあったので、何か物を送るとか、それの金額に見合ったものの、ね、物自体を送るってことはできないですね。そうですね、なので、うん、自分たちはお手紙だったりとか、そういうものを、はいはいはい、返しました。あ、感謝のお手紙だったり、はい、そういうことってこと。そうです、そもそもまず蜂蜜を取れるような環境がないので、蜂蜜をリターンとしてあげれないっていうのがあったので、それをやる前の準備段階、そういうことです、お金が欲しいってことですか。うん、そういうことですね。はい、じゃあその手紙だったり、でもその寄付金が多い方にはなんかいろいろな体験活動をリターンとして行ったってお伺いしたんですけど、どんな活動てかどんなリターンされたんですか。そういう、ですね、リターン内容としてはその巣箱から取れる蜜蝋といった、蜜蝋、これそれを使って蜜蝋キャンドルというものを作りました。へえ、蜜蝋キャンドル、この支援してくださった方と一緒にこれを作るみたいなワークショップ的なことですかね。そうですね、うん、なるほど。この蜜蝋っていうのは何なんですか。その要は巣なんか、そのミツバチの巣で、その幼虫とか蜂が入ってる、よく映像で見ませんか、その六角形のこれ、そうですそうです、これになります。ちょっと、はいはいはい、これがミツロウ、はい、そうです。これって何でできてるというか。そうですね、ミツバチが分泌するその成分で、あのその糖の、ミツバチがその糖の代謝から作る成分があって、はい、その分泌したものからその巣箱を作って、あの巣箱じゃないや、そのミツバチの巣を作って、まあ、その六角形の
ミツバチの巣にその蜜であったり花粉であったり幼虫でそこで幼虫を育ったりという形。ミツバチのじゃあ体液でこういう家っていうか、はい、まあ家そう家というか部屋というかみたいなのを作るのか。ここのこの穴に蜜を閉じ込めたり幼虫がいたりみたいなことは。はい、そうです、そうなりますね。でも根本的な話になってしまうので、なんで蜂蜜は、なんで花の蜜を集めてくるんですか、ね、蜂は。そうですね、蜜蜂が必要な栄養素を集めるというところで、うん、その蜂蜜で、その糖とかエネルギーを得るために蜂蜜を集めたり、はい、その花粉であったりもそれに当たりますね。あ、要は自分たちの食料ってことですか。食料集めで、その一部をその人間が拝借してるという。じゃあ我々はその一生懸命集めてきてくれた食料をもらっていただいてるってことなんですね。そういうことなんだね。なるほどね。蜂蜜、なるほど。あ、質問が、はい、山内さんから来てますね。皆さんなぜ養蜂部に入ったんですかって。佐藤部長は先ほど伺いましたけど、どうですか、トーマ君。あ、僕もですね、あ、僕はまた関根先生が顧問をされてるマングローブ、あー、なるほど、別のがありまして、そこでまた芋を育てたんですけど、マンゴーじゃないんだ今度。マンゴーじゃないです芋をメインに育てたんですよまた別なんですよ。でそこでトマくん蜂育てたい聞かれて、面白い質問やね急にちょっと意味わかんなかったんですけど育てたいですって言って混ぜてもらいましたいいですね。宮城さん、自分はそもそもなんか一番気になる方多いと思うんですけど、ね、自分は関根先生、その顧問の関根先生の方で元から農学についてすごい興味があって、大学2年時からちょっと関根先生の研究室の下でお世話になってて、はいはいはい、でそこから蜂蜜、もともと正直虫は得意ではない方だったんですけど、蜂蜜はすごい好きだったっていうのもあるし、せっかく農業を学んでいるんだったらこう実務的なことも学びたいなっていうことで、まあ、皆さんとこういうちゃんとした活動をしたいっていうのもあって、うん、なんでまあこの養蜂もそうだし勉強したいで、そしてみんなとサークル活動でワイワイしたいっていうのもあって入りました、うん、はい、なるほど、ありがとう。なんかもう何回か話してるな、この話は多分きっといろんなところで話してるぐらい綺麗にまとまってる話でも確かに、うん、話し慣れてる、話し慣れてる形っぽい感じになっちゃったんですけど、いや大丈夫です、素晴らしい理由だと思いますそんな感じです。じゃあ、はい、話しにくいかもしれないけど森さん、うん、私はクラウドファンディングの告知をきっかけに知ったので、していて、結構個人的に虫と蜂蜜が好きだったので、あ、そういう面でもう、あ、自分も養蜂を通してそういう生産の過程やミツバチの生態について身近に知りたかったので体験といった形で入部しました。ようこそ中尾さんから半ば反強制的になっていると、あ、いや全然けどやっぱ関根先生がやっぱ面白い話を持ってくるっていうか、なんか結構いろんなことやってみようぜって、うん、自分はこのもともと蜂やる前は一昨年前は芋をちょっとなんかメインでなんか関根先生動いてて、自分はその時に芋のリーダーやってて、で芋のなんだろう、いやその時は沖縄でさつまいも基腐病っていう病気がめちゃくちゃ流行っていて、その病気とやっぱコロナによるその観光客がガーって減ったおかげも、減ったせいで紅芋の消費、紅芋の収量も少なくなってるし消費量も少ないっていう問題があって、そういった芋の問題をみんなに広げてもらって、あと焼き芋をみんなで美味しく食べようぜっていう会を去年やってて、まだちょろっとそれも続いてるんですけど、今年のメインはちょっと八丁やろうみたいな感じで、そうですね、流大派に養蜂部が広まったってことで、いろいろ面白い話を関根先生持ってきてくださってるんでぜひ皆さんもよかったら、ね、インスタグラムもやってるんですね。そうですね、X とインスタとフェイスブックでそれぞれ活動、毎回の活動内容報告したりとかしてるので、うん、興味あったらぜひ見ていただけたら、ちょっと QR コードとか今ないんですけど、
すぐ検索、そうね、検索すればね、龍大ハニー予報部って検索したら多分すぐ出てくると思うので、見ていただけたらなって思います。そこで活動も更新したりしてる、そうですね、適宜やってます ね、 そ、 すね、そこチェックしていただければ と、 はい、ということで、ぜひお願いします。お願いします。なるほど、ここに実はちょっと蜂蜜が見えるかと思うんですけど、これあれですよね、一応龍大ハニーの、そうですね、自分たちの持ってる巣箱から取れた蜂蜜ってことですよね。そうですね、自分もちょっと味見したんですけど、なんかちょっとなんだろうな、薬草っていうか、なんか甘いだけじゃなくてふわっと薬草っぽい、漢方じゃないけどそこまできつないけど、そういう感じの香りがして、やっぱ蜜源によって味違うのかなと思うんですけど、ここの蜂蜜の蜜源、花は何の花から取ってきてるの？そうですね、まず蜂蜜っていろんなその花から蜜を取ってきたりするんですけど、その蜜源によって結構味が違っていて、この花に関しては淡雪千段草っていう白い花を咲かす植物から取っています。沖縄だとなんて言うんだろうな、なんて言いましたっけ、なんか淡雪千段草、なんかひっつき虫とかっていう風に、あれか、草むら歩いてるところのベタベタな話、小学校の時とか多分友達に投げて遊んだと思うんですけど、白いちっちゃい花、ね、そうですね、あれが結構蜜源として優秀で、あれは雑草っちゃ雑草ですね。そうですね、そこら辺にいっぱい生えてるとは思うんですけど、逆にそれが自分たちは今研究として淡雪千段草を栽培しているので、蜜源はすごいたっぷりあるので、そうですね、淡雪千段草、本来はアメリカが原産だったりするんですけど、外来なんですね。外来種が結構気化しちゃっていて、それを使えないかというところで、で淡雪千段草、その蜜量も一つの花が取れる 蜜の量も他の花と比べると多いですし、で沖縄だと一年中花を咲かせてるっていうので、養蜂、その蜜を取る養蜂に関してはその淡雪千段草優秀だよねっていうところで使わせていただいております。なるほど、これは淡雪千段草でが主に蜜源として取られた蜂蜜ってことですね。ほぼ 100% 淡雪千段草ですね。なんかその自分クラウドファンディングの方にも少し携わっていただいた時に三浦さんっていう方いらっしゃったんですが、はい、あの方がいろんな蜂蜜も紹介してくださってくれて、その時にやっぱ沖縄の蜂蜜はなんだろう、甘すぎなくてすっきりしてるから、例えば蜂蜜といえばスイーツに使ったりするイメージが強いけど、はい、例えば料理に使ったら美味しいみたいなっていうのをお伺いしたりして、はい、蜂蜜っていろんな種類あるんだなっていうのをその冒頭でも話させてもらったんですけど、そこで初めて知って、いや奥深いなと思って。そうですね、沖縄の蜂蜜ってその本州の蜂蜜と違って、その餌に、本州の蜂蜜だと蜂だとその育てるために餌に砂糖水をあげたりするんですね。その蜜だけじゃ足りないのと、冬とかちょっと取りづらい時期もあると思うのであげたりするんですけど、沖縄だと千段草が一年中花を咲かせているので、それでその砂糖水 の、 そのドーピングっていうんですかね、それなしで作れるので比較的、そうですね、さらっとして、そう、さらっとしてる、そうなんですよ、ドローっとしたのがなんかイメージとして、それがなんか美味しい蜂蜜なのかなと思ってたけど、サラサラしてて優しい味わいっていう、わざわざこの三浦さんすごい有名な養蜂家なんですけど、内地本土の方からもう釘付けっていうかリピーターがすごい多くて、もう販売したらすぐ売り切れちゃうぐらい、やっぱ沖縄のその蜂蜜がやっぱこの本土と比べてすっきりしたとか、もう本当料理でもスイーツでも万能、何にでもだから結構リピーター多いっていうのを聞いてすごい驚きました。確かになお言ってましたね。うん、そう、しかもその時に聞いた三浦さんの言葉でちょっと衝撃的だったのが、一匹のミツバチが一生かけて集めれる蜂蜜の量が、ティースプーン一杯っておっしゃってて、そうですね、よくテイスティングとかで、あ、じゃあティースプーン、はい、みたいな感じで出されるのが、もう一生懸命ミツバチ一匹が集めてきた一生分の蜂蜜がこれってなると、わ、これなんかもう気軽にパクッとかじゃなくて、わ、これはこいつの一生分の働きがここに詰まってるって思うと、それだけでもまた美味しくなるっていうかね。そうですね、
それはあるなっていうのを感じて、本当にいただきますですね。そうなんですよ、いただきますって感じなんですね、うん、あと一個自分が衝撃だったのは、うん、この沖縄ってやっぱ月桃すごい有名じゃないですか、うん、ムーチーの包む葉っぱとかだったり、うん、その月桃からも蜂蜜は実は取れるらしくて、あ月桃からも、うん、でなんかやっぱ沖縄の梅雨って5月6月とか大変なんですけど、 そうね、その期間だけ月桃の蜂蜜を取って、うん、取れるらしいんですけど、唯一この月桃の花がこう下に咲くから蜂たちが蜜を取れるみたいな、あでその蜂蜜の色がもう普通皆さんが想像するのはこのオレンジ色茶色みたいななんですけど、うん、透明らしいんですよね蜂蜜が。透明って聞いてもう衝撃じゃないですか。正直半信半疑なんですけど、自分も見たことないんで、予報会でしかそういうのはやっぱ出回ってないから、それもなんかまあ自分はもう今年卒業しちゃうんですけど、なんか予報部の皆さんでゲット蜂蜜も取れたらいいなみたいな。ですね。面白いね。たまたまこう下にこう花が咲いてるから、要は雨の影響を受けないってことで、ね、傘代わりになって蜂がそこで蜜取れるから、うんうん、その時期だけ月桃の、そうそうそう、すごいムーチーの、 あの月桃のいい香りがするっていうので、蜂蜜とは思えない、なんだこの食べ物みたいな、気になるよね。やっぱそう気になります。だからこれからの活動としてもやっぱりいろんな花から持ってきたのもいいけど、単価の一つの花の種類から蜂蜜作るのも面白そうだし、ちょっといろいろこの琉大ハニーの活動の今後ちょっとどんな活動やっていきたいのかな、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、これから例えばクラウドファンディングでお金も集まって防護服も変えてきてっていう形で、どういったことを活動していこうかなって考えていらっしゃるんですか。そうですね、今後の活動としてはまずはその自分たちもその養蜂をやるのが初めてなので、その三浦さんなど その経験者の方に習いながら、まずは部活動内でちゃんと蜂を育てられるようになろうというところをまず第一目標としてて、でクラウドファンディングでその目標と挙げてたその蜂蜜を取って何か商品化しようというのもおいおいちゃんと蜂蜜取れるようになって、夏までにちょっと蜂蜜をちゃんと取って何か商品化とかをこの先やれていけたらなとは思ってますね。そうよね、なんかやっぱ大学の生協とかで、まあ、ちょっと値段は張るかもしれないけど、蜂蜜って言ったらあこんななんか面白いことやってんだってもあるし、宣伝にもなるし、そうですね、なんなら実家帰ってくるお土産にめっちゃちょうどいいなって思うわけ、この蜂蜜。そうですね、あサイズもいいし受けもいいだろうし、蜂蜜取れんのし、しかも沖縄でしか生えてないような花だったり、どんどんさっきも言った味もちょっと違うじゃないですか。そうですね、そういった意味でもすごいお土産にもちょうどいいよなと思ってて、ぜひね頑張って生協に小瓶でもいいから売れるぐらいの量取れればめちゃくちゃ面白いなって思いますね。そうですね、琉球大学がその琉大消費、そのよく教授とかがおっしゃるのが、その皆さんその大学とかで集まるときに何か大学の商品1個持ってくとかお土産とかで持ってくことがあるらしいんですけど、琉球大学から何か持ってけるものが少ない、ないんだよな。琉大のザなんかこれっていうお土産がなくて、結構俺も学会で他の大学とか行くと、俺愛媛大行った時とかは愛媛大はやっぱみかんとかやってるし、みかんのお酒作ったりとかもめちゃくちゃ販売してて、あこれすげえいいお土産になるのに、なんか琉大ってなんかこれザっていうなんかあってもいいよなと思いながら、なかなかないんだよね。そうですね、やっぱ農学部としてそう、 そうですね、いや欲しいよね、何か作っていければなと思ったところで、そこまで持っていけたらねめちゃくちゃ面白いなと思います。そうですね、そんな活動している琉大ハニーさん、最後もう一回告知しておきます。メンバー紹介というか、あてかメンバー募集中ということで、そうですね、今自分たち実はその少人数のメンバーで結構小規模でやっているんですけれども、ちょっと今メンバーをこの先4月の要は大学に入学される方であったり、それ以外の方からもその一応実はそのメンバーを募集していて、で琉球大学以外にもですね、沖縄国際大学であったり、あと企業の方だったりとか、その琉大ハニー養蜂部に参加されている方いらっしゃいますので、もし希望があればですね、ツイッターとかで DM いただければなと。あそうね、ぜひ蜂蜜好きな
団体ということで別に本当大学関係なく、ね、みんなとこのコミュニティを広げたいなっていうのもあるので、ぜひ興味があったら気軽に連絡いただけたらなって思います、ね、はい、自分も最初ハチ怖えなと思ってたけど、やっぱハチを知らないからこそ怖いっていうか、知ればそのこうやれば刺されないというのも分かるし、まずは入ってみて、ね、そうですね、そうですね、やってみてもらえればなって思いますね、はい、最後ちょっとコメントだけ読みますか。いっぱい来てくれますね。おあ、わざわざこの高坊さん多分インスタグラム貼ってくれましたね。ありがとうございます。助かります。沖縄あ流大ハニービー君、女王蜂のいる巣箱を3枚で2万円、違法学園の東君から安く購入しました。あ、説明してくれました、ね、ありがとうございます。そうなんですよ、高坊さんめちゃくちゃ少量なんですよ、ピッから取れるの、ね、本当にいただきますって感じで、うん、あ、最後なんか質問来られてますね。素人質問で恐縮ですが、龍大さん蜂蜜のおすすめの食べ方を教えてください。どうです、どうですか。どうだろう、なんかでもね、なんかトーストに塗るって感じじゃないなって思ったわけです。結構薬草っぽい味するから、ちょっとすっきりして甘すぎ、うん、甘くない。これなんか紅茶で溶かして入れてもいいかなって思うし、普通なんか料理、うん、そう料理とかに混ぜて食べたら美味しいと思う。ドレッシングとかあり、あーいいと思う、うんうん、に使ったら美味しいのかなって思います、うん、なんかスイーツじゃなくて料理メインで、うん、このスパイスとして、なんか三浦さんおっしゃってましたよね、なんかあの蜂蜜はスパイスだっておっしゃって、香りがいいんで、そうそうそう、で使それでもいいと思います。いろいろ試してみて、逆にそう竹の子さんが試して、ね、美味しい食べ方があったら教えていただきたいです。そうね、そこに持っていけるように、そうそう、販売できるようにね、頑張っていきましょう。リューダーハニューホーブでもね、ちょっと研究して、そうね、やっていきましょう。ああ、ぜひ X とかインスタで、ね、やってください。はい、OK です。ああ、ここでそろそろリューダーIB終了のお時間がやってきました。それでは CM の後は、今回のラジオを振り返りながらエンディングとなります。最後までぜひお聞きください。ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。本日の龍大IB は農学部4年次の雄大と稲峰さんでお送りしています。さて今回は龍大ハニー養蜂部をゲストにお招きしてお送りしてきました。龍大ハニー養蜂部の皆さん、今回のラジオいかがでしたか。そうですね、貴重な、自分がまずラジオに出ることが初めてだったので、うん、結構貴重な機会でとても緊張しました、ね、そうですね、伝わりました、それがお疲れ様です。ありがとうございました。この順番ずついくか、どうでした。私もラジオ体験は初めてなのでとても緊張しました。結構
貴重な体験だと楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。自分もあすいません本当に申し訳ない自己紹介をくれました宮城真子と申します。最初に名前言ってなかった。最初名前言ってなくてすごいずっと頭に残っててすいません宮城です。はい、私はそうですねこのまずお帰国生として参加させていただいて、うん、まずラジオに呼んでいただいてありがとうございます。うん、そしてこうやって皆さんと養蜂についてじっくり話す機会ってやっぱあんまりなかったっていうのもあって自分自身も勉強になったことあったし、うん、こうクラファンこちらのクラファンでお世話になった方々の感謝とかも今日改めてしっかり伝えることができたので、うん、本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、遅刻してきたトーマ君どうでした？まず遅刻してすいませんでした。はい、ですギリ間に合ったからすいません。今日僕もラジオ初めてだったので緊張したんですけどすごい楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。稲峰さん、このラジオいかがでしたか？はい、うん、もうなんか僕はもう目の前にある蜂蜜の味と匂いが気になって仕方がないっていう。ぜひ終わった後食べましょう。はい、OK ですね。でもこう学生さんのもうみんながそういった活動してるなって、うん、頑張ってるなっていうのと流大でこういった特徴を学生さん初で作るっていうのはすごいいい取り組みだと思いますので、うん、はい、ぜひぜひお店に並ぶのを楽しみにしています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして流大ハニー養蜂部の皆さん本日はラジオに出演していただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組は FM ギノワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますのでこの番組が終了した後もアーカイブの動画として聞き逃した方もそちらの方から聞くことができます。また Twitter や Instagram でも流大 IB のアカウントもチェックしていただけたら嬉しいです。コメントの方もぜひお待ちしております。今週の流大 IB はゲストに流大ハニー養蜂部の皆さんを招き琉球大学農学部4年次の雄大と稲峰さんでお送りしました。来週の放送はゲストに琉大ベリーダンスサークルの皆さんをお越しいただきます。ぜひお楽しみに。それではまた来週。ありがとうございました。ありがとうございました。